新潟市水族館は、新潟県新潟市中央区西船見町にある水族館。愛称はマリンピア日本海。施設は、新潟市が所有し、新潟市開発公社が指定管理者として運営管理を行っている。1964年に発生し、市内各地に甚大な被害を与えた新潟地震からの復興と、 新潟港の開港100周年を記念して1967年夏に開催された新潟大博覧会閉幕後の同年10月22日新潟市関屋の新潟博会場跡地に新潟市立新潟水族館として開館跡地は後に都市公園として整備され西海岸公園となり隣接する西海岸公園市プールなどとともに同公園の施設として 長らく親しまれた。施設の老朽化や強小化によって、来館者のニーズに対応できなくなったとして1988年から改築事業が進められ、当時の水族館から約300メートル東に位置するかつてのレジャー施設、新潟ビーチセンター跡地を建設地として、原施設を整備し、1990年7月27日に移転してリニューアルオープン。 この際に減名症に解消し、愛称、マリンピア日本海が付与された。なお、旧水族館の施設は、その後撤去され、跡地は2002年に竣工した同プールの屋内プール棟の建設と、少年野球場の拡張に充てられた。水族館としては、本州日本海側最大級で、約450種2万点の生物を飼育している。また、 管内の飼育生物や、新潟県内の水辺環境に関する調査や研究などを進めており、特にフンボレトペンギンの飼育や繁殖に関する研究について積極的に取り組んでいる。また、福島県いわき市の福島海洋科学館と2007年11月23日に有効館提携契約を締結しており、情報交換や技術提携など、 相互間の協力が図られているほか、いずれかの年間入場パスポートを所有している入管者に対する割引制度も設けられている。移転以来22年にわたって、開館当初の施設を補修しながら営業を継続してきたが、老朽化が著しくなったため、2012年8月31日の営業終了をもって展示施設を全面閉鎖し、 大規模な改修工事を実施、2013年7月15日にリニューアルオープンした。ここでは主に2012年以降における改修工事、前の施設を記述する。1964年の開館時の名称は、新潟市立新潟水族館。1990年7月27日に移転し、リニューアルオープンする際に、 新潟市水族館に改称し、愛称マリンピア日本海が付与された。愛称の由来は、英語のマリーンとユートピアを組み合わせたマリネピアという造語。敷地内駐車場、600台収容。ありがとうございます。